こんばんは今日もご苦労様でした話題の出来事についてお話しします米国アラスカ州の海岸に少なくとも3万5000頭の精打ちが上陸し専門家らは1日気候変動による北極表現の妖怪に起因する現象と指摘しています牙とヒレ足を持つこの動物は当初一箇所の海岸で1500頭ほどが数えられていましたがこの数日間で頭数が急増しました 北極圏の海洋哺乳類の調査などを行うアークティックマリンママルのメーガン・サーガソン氏は我々の最良の推定値ではおよそ24倍の増加だと語っています。米知識調査所は声明で気候変動による温暖化によりセイの大規模な上陸は過去8年間のうちの6年で非常に見慣れた光景になってしまったと述べ通常であれば ウチは豊富な餌状により近い表現に上がるだろうと付け足しました。米知識調査所によると、下キの海票は、米国とロシアの間の地区中海の大陸棚海域の遥か北に交代しており、10年前には発生しなかった状況だとして、米知識調査所は、ウチは、海底で餌を取る合間に取る通常の休息のために、海岸に上陸し,しただけだろう、としています。以上。 a f p の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。